の足りる。明日休みなので、そうそうそう。もう明日も思う存分、うん、めったに飲まないよね。めったに飲まない私、本当にこんなに。この前ちょっと続いただけで、本当に全然飲まないです私は。焼酎の明るい低いと思う。あーなんですけどね、フルーツ焼酎なんで、糖質はあるんですよ結構。そうチャミスル糖質はあって。ありがとうございます。思う存分何寝る。ありがとう回復ポーション。寝ます。明日も、明日は本当にもう正真正銘一日何もないんで、仕事してたらお酒飲みたくなるよね。ならない私は別にならない。そう全然ならない。私が飲みたくなるときは、あギフトありがとうございます。私が飲みたくなるときは、お友達とかと行ってご飯食べてるとき、夜とかね、ご飯食べるときはお酒飲みたいなってな。親っていうか、もうお母ちゃんとね一緒にご飯行ってるときとかあるけど、基本的にならないんですよ私。こんばんは。ギフトありがとうございます。あれだよね、なんか新しいあのギフトだよね。なんか6月の今日知らせ来てた。そう来てたの見たよ。違うこっちだ。歌うジューンブライド。そっか。でもさ、ジューンブライドって、まあありがとうございますギフト。ジューンブライドって思ったんだけど、今6月じゃん。6月じゃん。梅雨ってほど雨降ってなくないっていうのを今日お母ちゃんと言ってて、なんかさ、ただただジメジメして暑いだけで雨降ってないねっていう話をして、いやまあ雨降られたら降られたで困るけど、でもなんかすごいジメジメしてめっちゃ暑いっていうのも嫌だねって言って、今日そう。ナナシちゃんみたいに飲まないんですね。飲むときはめっちゃ飲みます。5杯とか飲みます。けど基本的に外でしか飲まないです。私外でしかそんなに飲まない。家では5杯も飲まない。そう本当に嫌だ。っていうのをね、今日そうギフトね、新しいギフト見て、そういえば6月じゃねえかで一人になってた。ギフトありがとうございますね。このさ、ウェディングキスっていうやつかわいい。クマ同士キスしてんだけどかわいい。にゃんこ聖歌隊もかわいいねこれ。ね、毎度のことながらいつもギフトがかわいい。もう6月上半期終わりますよ皆さん。上半期、あーインスタ流れちゃった、インスタのリール出てきちゃった。何が嫌でなの？なんか嫌だって言った今。何も言ってない気がする。なんか嫌だって言った？上半期嫌だって言った。あ蒸し暑いのかな、わかんない。そう私今無意識になんか言ったかなそう折り返し地点になりますね。ギフトお前、あ多分蒸し暑いのじゃないですかね多分。わかんない、私多分超無意識に嫌だって言ってたかも早いね。え、あと6ヶ月？
私怖いんだけど、もうなんか着々といろいろ迫ってる気がする。やだ、もう小難しい文章多いさ。もうなんかさ、何書いてあるかわからんのよ。なんか書類書かんなんとかさ、なんか手続きしんなん、いやもう何書いてあるん。本当にやだ、もうあのやだ本当にやだ。いいことなんだよ。いいことというか、そのにあのその日本のね丁寧なところですよ。それは日本のね丁寧なところなんですけど、でもなんか丁寧になりすぎてて逆にわからないっていうね事態が起きていると思うんだ。私は難しいんだよ書類が。もう読む気も起きなくなるし、読んでても理解できないし、何したらいいのか分かんなくなるし、もう全部簡単にあのなんだろう、もしそういう小難しいさ書類作るんならば、あの訳をつけといてほしい。翻訳なんて言うんですか、あの実質こういうこと言ってますよこれはみたいなさ、なんか後ろのところにもつけといてほしい。わかんないんです。いやむしろさ、あれ理解できる人なかなかいないと思うよ、ああいう文章理解できる人の方が少ないと思うんだけど。その書類とか書きますけど本当にわかんない、その辺難しいんだ。本当にわかんない、もう何言ってんのかわかんない。なんかお母ちゃんと一緒に見てたんですよ。あ、書かなきゃいけないしどうしようってたんだけど、まあ、例えばさ、なんか それをする上でなんかこういう条件があるんですよとかさあるじゃん。それ読んでても全く分かんないの。私を当てはまってるのか当てはまってないのかすらも分からない。そうだからもうなんか見本とかじゃなくて、まず私がその条件に当てはまってるか当てはまってないかすらも分かんないから、もう書きようがないというか。そう理解できない。それが何個かあるじゃん、やっぱりそういうのとかいろいろ申請とかする上で。マミも分かんないですよ。何言ってるか分かんないねそうだから書類ねどうしようって感じ。もうなんかもうとりあえず申請してみるよみたいな。多分それでダメだったらきっと却下が出るじゃん。あ、なんかこの人はダメですよっていう多分申請が通らないことになるから、もう分かんないならとりあえず出すかってなってるちょっとごめんだけど、そうなんかね分かんないからどうしても、とりあえず申請してみる。ちょっとその手続きする人もお手間ではあるかもしれないんですが、わかんないんだもん。苦手です。だからそれこんばんは。なんか将来的にさ、そうなんかそういうのできんのかな、自分で書けるのかなっていう不安がある。そうなんか説明がわかんなく、そのなんだろうね、足りてないのかな、わかんない。なんかもうわかんなすぎて全部がわからない一番よくない、怖い怖い怖い。そう言い回しが本当に日本語。
そう、まあ丁寧なの、丁寧でまあまあまあって感じなんだけど、それが逆に分かんないよねってね、っていう苦手だから。ホルモン食べたい、ふわっふわのやつ、ふわっふわのやつ。どうすればお酒強くなれる？ならなくていいんだよ、大丈夫、ならなくていい、ね、無理に飲んじゃうとね、急性アルコール中毒になるからさ、弱かったらそれでいいんだよ、大丈夫、弱くても何にも影響がない、大丈夫。まあ確かになんかそれでさ、まあ、日々まあ飲む量増やして強くなるっていう人も もしかしたらいるのかもしれないよ、けどそれは多分体に負担をかけることになるから絶対良くない。最大チャンピオンこぼして拭い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 て、それはファンパワーを上げ頑張ってます、光は月間ランキングのスタイル、嬉しい、ファンパワー上げたら月間ランキングに乗るの、無理して飲まなくていいよ、そうアルコールはまあ適量、飲まなかったら飲まなかったで全然何も影響はないですから体に。10位以内だともらえるみたい、何が？なんかもらえるの？なんかフリーになって全然わかんない、いろいろ。月刊平野いる？選べるペイ、なんだそれは、なんだそういうのどこでわかるの？もう全然わかんないんだけど、私調べよ、ランキングについて。わかんない。全然わかんなかった。ユスタありがとう。ファンダムランキング。難しいね、わかんない本当にわかんない、みんな眠くないこの時間、大丈夫？私眠いんだけど、みんな大丈夫そう？
一回あったよね、ショールーム中に眠すぎるからごめん配信終わるねって言って終わったやつ。ごめんね、あの時は申し訳ありませんでした。なんかね、もうだんだん夏に近づいてきて、なんならもう半袖とかノースリーブでいけるくらい。そう、眠いよねみんなね。ありがとう、そんな中来てくれて。もう限界来たら寝ていいからね。限界来なくても眠いと思ったら寝ていいからね。今日も限界、大丈夫大丈夫大丈夫、最近もう慣れた、慣れました。しかも今日の朝は9時間寝たんで、しっかり、まあまあまあ寝ている方ですね。久しぶりの休みだ、久しぶりだっけ、この前休んだの13な気がする。13だったらそんなか。まあそうだね、1週間ペースだね、1週間に1回ペースで休んでるね。一人でアネルの生誕祭開催中です。ありがとうございます。そんなにお姉ちゃんのこと祝ってくれるの嬉しい、ヒカが嬉しくなる。そう、盛大に爆睡します。今日もいっぱい寝ました。そう、いっぱい寝た。こんばんは。ありがとう、姉ちゃんに伝えとくね、みんな祝ってくれてたよって。みんなお祝いしてくれてたよ。なんか髪の毛結ぶのはいいんだけど、すごいだんだん短い毛が出てきちゃう。こんばんは。これから夕飯食べる？おお、何食べるの？私今日夜ご飯食べてないな、そういや。お腹すいたんだけどさ、朝結構食べたからさ、しっかり。ね。普通に忘れてた。夜ご飯めっちゃ食べた気でいたけど食べてない。もう朝昼ご飯だったの、なんならしっかり食べたからお腹すかなかったんだよね。寝よう、今日はだからこのまま寝ます。もうそば食べたい。そう、今日ね仕事帰りちょっとコンビニ寄ったんですけど、めっちゃおそば食べたかった。食べようか迷っていっかと思って帰ってきた。食なんだね。まあ今日はね、普段はまあ2食かな、あんまり3食しっかり食べることないです私。そう、基本的に2食で生きてます。たまに3食との時もあるけど、
こと漬物と、あ違う、漬物のキムチか、松前漬けのキムチと唐揚げ。唐揚げいいな、ナポリタンいいな、ね、なんかねいいね。お蕎麦食べた、すすれるもの食べたねなんか謎だけどすすれるもの食べたい。なんか2食なんだね。そう、普段から2食私、まあ、仕事でねなんかあんまりっていうのもあるし、まあ、仕事あの遅くなるとさ帰ってくるのが遅いじゃないですか。そう、そうなるとあんまり夜に食べたくないなっていうのもあって基本的に2食になる。でも割と2食しっかり食べてるから、うん、朝、まあ朝食べて、まあ4時前くらいかな、4時前とか、まあ4時くらいに食べてって感じで、それでも何帰ってきてお腹がめっちゃ空いてたらちょっと食べたりもする。感じ。本当はねなんかまあ最初きっちり食べるのがいいんですけど、あんまり夜中にあんまり食べたくない、食べる時はありますけどあんまり食べたくないよっていう人なんで。ギフトありがとうございます。鶏野菜鍋いいな、久しぶりに食べた。最近食べてない、そういえば。ギフトありがとうございます。うん、そういうリズムなんだよ。昔からですね、結構これは昔からあんまり 夜にご飯を食べたくない人で、もちろんダイエット目的もあって、そう食べたくないなっていうので、そうで、まあなんかレッスンとか行ったりするともうなんか終わる時間とかまちまちだったり、休憩時間あんまりなかったりとかもすると、まあそういうリズムになっちゃったり、まあ、3食食べる時もありますけど、そうな基本的に食の方が、てかなんか自分の心も落ち着く、そっちの方が。そうそう、夕飯もね、そういつも早いんです。だからなるべく6時前に終わるようにしてる。最近はまあちょっと場合によっては7時前の時もあるけど、基本的に6時前に食べ終わりたいなって感じ。おトルネードポテトの写真ありがとう。そうツイッターね、久しぶりにそうあげた。いらなきゃ早いよね。いや最近そんなことないです。お兄ちゃんに合わせてるので、そうお兄ちゃんの帰ってくる時間に合わせるとちょっと遅いですね。っていうかなんか平野家じゃないんですよ、私が早いんです。そうなんかもうみんなさ帰ってくる時間とかもバラバラだし、なんか基本的におばあちゃんはお兄ちゃんと一緒に食べることが多いんですよ、私が早いから食べるの。そうだから私があの、ま、もう作ってあるおかずとかを、あ食べるねって言って食べたり、まあ、もしくは自分でじあのあ作るって言って自分で作って食べたり、そうかな。そんな時間に夕飯食べたら寝るまでに間違いなくお腹空いちゃう。寝るんだよ、それでもな寝るんだ。そうなんか光ご飯合わせると早いんですよ、結構本当に。基本ば、あそう基本おばばが作ってくれます。そう、まあ、平日はね、平日というか、まあ、お母ちゃんがね仕事の日は帰ってくるの遅いんだよ。お母ちゃん、そうマミー帰ってくるのちょ遅いんでそう、おばあばが作ってくれます。休みの日はねお母ちゃんが作ってくれます。そう前より食べるようになりましたか。時と場合によります、食べたり食べなかったり。うん、
んばん。ババの一番好きな料理、なんだろう。あ、とんかつ好き。あと肉じゃがが好きかな。あとね、里芋とイカの炊いたやつ、まあ、煮物だよねが好き。でもじゃ肉じゃが好きかもしれない。あのおばばの作る肉じゃがってね、めっちゃじゃがいも大きいんですよ。そうで、しみしみで美味しくてめっちゃ好きです。まあ、でも言うてお母ちゃんも作ってくれるんですよそうお母ちゃんも作れますし、そう作ってくれるんですけど、なんか肉じゃがは勝手におばばのイメージが私の中であって、そうめちゃめちゃじゃがいもでかいです。ザ石川みたいなご飯はないの、鶏野菜味噌くらいかな。うん、鶏野菜味噌のお鍋かな。あとはそんな、うん、ね、私ベロベロとかベロベロとかなんだろう、自分に、まあ、自分には食べないし、そんなそうベロベロ嫌いですね。肉じゃが作ったらそのまま気づいたらカレーに変身してる。あー家ね、もう私とお兄ちゃんで食べちゃうんで、まあババとかお母ちゃんもそう、カレーになったことないです。ベロベロなんか卵の寒天調べてみてください。ベロベロ石川で、あの寒天なんで私苦手なんですよ。一回なんか食べた時にちょっと本当に無理だった。そう、まあ、苦手なものはありますよねっていうね誰しも苦手なものはありますよっていう感じ。私は本当に苦手だった。だからむしろそれからかも寒天食べれなくなったの、発端かもしれない。そう、その時多分寒天を食べて、あ、食感が苦手だなってなって、あ、そうね、エビスとも言うかも。私はもうなんか名前が特徴的なベロベロっていうのでそう通ってるんですけど、私の中でエビスとも言います。確かに石川のご当地料理ってなんだ。あと八番ラーメンとかもあるよ。なんかスーパーにさ袋麺売ってるの、たまにさ食べたくなってさ夜ご飯で出してもらう。ラーメン食べたいって言ってなんて調べてあげるかな。石川石川の料理か。何の味するの。もうね、食べてなすすぎて分かんないそう、食べてなすすぎて分かんないの。保育園とかに食べて、あ、私はもう無理だと思って食べなくなったから。そう、まあ味っていうか食感はもう寒天です。柔らかいというか、まあ寒天ですねかな。あ、めった汁、まあでも豚汁みたいなもんですあ、マコの煮つけ、マコ、
美味しいです。これもね、おばばがよく作ってくれます。マコガレ、なんかね、わかんないけど、マコっていうやつそう、マコっていうやつ、タラかな、タラの卵をまあ煮て、なんかもう見た目がもう卵してるやつ。もう本当にもうギョランっていう、いやたらこじゃない、そう、でもなまこの煮つけ多分ね調べたら出ると思う。なんか皮下をうまく説明ができない、家で結構出たからさ、昔から出るものなので、なんかむしろないんだと思って、そんなあんまり出ないんだなと思ったの。たらこではない、え、たらこってあれじゃないのではない、そう、まこっていう、あの真実の真に子供の子でまこ、なんかなんか集合体恐怖症の人は無理かもね。そう、おからみたいに確かに色とかもね似てるかも。美味しいんですよこれ、私大好き。そう、手止まんないくらい好き。お正月とかも出たりするし、なんかたまにいいやつ入ってたらババが作ってくれる、買ってきて、みんなに食べてほしい。鹿といえばフグの卵巣のやつあるよね。なんだフグの卵巣、あ、ニューメンとナスのやね。でも私の家ナスそんな出ないんでそう、ニューメンはニューメンなんですよね。カラスミ違う、あ、違うわ全然。カラスミは絶対違うな。あ、私知らないこれ。そうね、テレビでね、県民ショーでやってた。私の家はまあナスはそんなに出ないです。でカラスミボラだよ ね、カラスミ美味しいところあったんですよ。私美味しいカラスミのパスタ食べたことがあって、めっちゃ美味しくて、その店閉店しちゃったんです。保育園じゃない、小学校の時に初めてマミーにそこでコースのご飯、お誕生日にお祝いしてもらって、誕生日プレゼントじゃない、プレートまで作ってもらって、それでお肉と、まあ、前菜と、まあ、パンとなんだっけ、あと、まあ、お肉とパスタとデザートと、めっちゃ美味しいところだったんだけど、そう最近ちょっと閉店しちゃってさ、寂しい。カラスミのパスタめっちゃ美味しかった。
超美味しかった。で前菜もめちゃめちゃ野菜とかもりもりで、なんかテリーヌっぽいのとかで、なんか私野菜もともと好きじゃないからさ、うわーなんか食べれないのありそう、苦手だなって思うものありそうと思ったら全部美味しいの、すごくない？もうその時点でそう味全部美味しくって、でパンもお母ちゃんおすすめしててめっちゃ美味しくって、めっちゃ美味しかったのに。イタリアンのお店だった。今日25分になったらランキング行って、読んだらそのまま終わります。そうイタリアンレストラン、最近はパン作りはあんまりしてない、時間かかるので、めっちゃ時間かかるのでやってないです。本当はねなんかできたらいいんだけど、もっと明日ね、でも梅干しつけようかなって思って、そう梅干しつけるつもりで今日梅干し買ってきた。梅干しじゃない、梅、梅干しはもうつけてるやつだ。そう梅をね、結構もう黄色くなってたんで、今回2キロ一つちょっと甘めのやつと、もう一つまあなんか塩分ちょっとだけ控えたやつ、前回より、そう前の結構酸っぱかったので、そう少し塩分抑えたやつをもう一個作って、そうまあ1年それで持ったらいいなって思って、そう去年さ作り損ねたんで梅干し切らしてたんですよ、私の作ったやつ。そうは作り損ねました、時期がね、気づいたらもういい時期になってて、で見に行ったらどこにもいい梅がなくって、47とか48にはならん、2キロあるから、2キロ違う、あ2キロが合ってるわ、そう2リットルが2つ、4リットル、ね、なんか塩分控えめにすると腐りやすいというかカビが生えやすくなるのでちょっと心配なんですけど、梅酒作んない、梅酒は悩んだけど作らない、そう氷砂糖買ってこなきゃだから、買ってきてない氷砂糖、そう前に作ったのは食べきりました、そうみんなに大好評で、もうね終わったね、今市販の買ってて、そうねだから今年は作ってよっていう話をしてたんだよマミーに言われてて、ひかも作りたいなと思ってたんで作ります。毎日梅干しに決まってます、毎日はしない、まあ、たまに毎日はしない。ギフトありがとうございます。たまに1週間に1回あのもうちょっと距離あの何日にち短めにするなら3、4日くらいに1回かな。そうかな。仕事待ってバタバタしたりもするんで、おばあちゃんに任せちゃう時もあると思う。そう前回もね、なんだっけな、しばらくおばあちゃんに任せた時期ありました、帰れない、東京行ってて帰れなくって、そう腐らないといけない、去年のはね腐らずに美味しくできたんですよ。そうでもな結構やっぱりカビ生えるっていうのはあるあるらしくてね、乾かした時かな、もう覚えてないんだよね、そう一昨年
梅はカリカリ梅が好き。私も好き。あの枝豆とねカリカリ梅刻んでおにぎりにすると美味しいよ。梅干しって腐るの？カビ、あのカビ生えたりするんですよ。毎日動かすと何かあるの？毎日動かすと、あーなんかね混ぜたりしなきゃいけないんですよ確か。ちょっとそう混ぜたり、結構毎日ちょっと動かしてっていうのをしなきゃいけないんですよ。そうなんだっけな、理由なんだったかわかんない。そうでもしてて毎日だから動かしてたんだけど。こんばんは。ね、なんか梅干しとかって全然腐んないし、なんかとりあえずさ漬物みたいにしばらくつけとけばいい、ずっとつけとけばいいのかなと思ってたら、意外と梅干しはね手間がかかるんですよ。そう私もねぬか漬けとかやってみたい。ギフトありがとうございます。なんかまあまあぬか漬けも混ぜたりしなきゃいけなかったりもするらしいけど、まあそう梅干しは結構毎日毎日いて、そうで干す時も何時間経ったらひっくり返してとかもあるし、しかもね去年ねなんかあったのが、作る時期、去年じゃ一昨年だ、一昨年初めて作った時にあったのは、梅つき始めるのが早すぎて梅雨終わってなかったね。確かね一昨年はねすっごい雨降ってたんですよ。結構ちょいちょい雨降ってて、そうどうしようっていう時があった。お毎日かき回し室で、あ毎日、結局やっぱりそうなんだ。そう漬物ね、きゅうりの漬物好きよ。きゅうり漬物ってね、あ、しば漬け好き。私しば漬け大好き。しば漬け、しば漬けってどうやって漬けてるんだろうね、あれ。しば漬けってまず何なのかも分かんない。キュウリとかナスで作るんだ。そうしば漬けね大好きなんですよ私。しばくと浸かるはもう面白やば。しけんさんこんばんは、ありがとうございます。お漬物全般食べれないの？まあなんかね確かに癖あるとかも、まあ癖とかもね結構あったりするからね。私もでも物によります。しばらくつけるの？しば、あのしば漬けどれが正解かなーって言いたいけど、多分色とかの問題じゃないかなって私勝手に思ってたんだけど。冬はかぶらず光るの食べれたっけ？食べれない確か。こんばんは。そう食べれなかったはず。なんかもう最近食べる機会がないからわかんないけど、昔食べれなかったね確か。小さい頃は周りについてる、あーなるほどね、ご飯のなく詰まったところね。お弁当によく入ってるピンクのやつも好きです。あね、なんかあるよねピンクの、なんかしば漬けじゃないんだけど私も好き結構あれ。ね漬物ねいいよね。
大根とかナスはね、あんまり得意じゃないんですよ、漬物。そう、漬物は酸っぱいのが好きなの？漬物は何好きかな？しば漬けでしょ？漬物の種類が分かんない、あんまり。お、キムチも漬物じゃん。キムチ好きよ。たくあんもいいね。キムタクご飯好き。あ、高菜漬けも結構好きかも。高菜漬け。白菜の浅漬け苦手です、私。そう、お福神漬けもあんまり好きじゃない好きじゃないんかいね。あ、つぼ漬けも好き。そう、梅干しも漬物だね。なんかあんまり漬物って感じしないけど。鷹の明太マヨ牛丼美味しい。私食べたくないんですよ。たまにね、横にちっちゃい鷹の漬けついてるお弁当とかがあった時に、うわ好きなやつと、ご飯と一緒に食べてました。美味しいんです、合うんですよ。なんかいっぱいあるね。いつか食べてみて、食べてみる。私が食べたことあるのはチーズとネギと卵のやつとキムチと、まあノーマルとくらいかも。あと、あの山かけ。そう、山かけ美味しいんですよ。ちょっとすっきりしてて、チーズは結構重たい。そう、だからギルティーなの食べたいときに食べますね。あ、そうね、すき家派ですね。そうそうそう、そうね、キムチはちょっと苦手だった。まあ、キムチってさ、結構いろいろ味が違うじゃん、メーカーとかさ、場所によって。そう、キムチがちょっと苦手で食べれなかったあんまり。牛丼も食べるのね。石川にいると全然食べないけど、東京に行った時、お仕事とかで行った時はたまに食べてました。牛丼最高、美味しい。そう、石川来るとあんまり食べないです。背中痛い。牛丼はつゆだくに生卵だよ。いや、でもつゆだくはちょっと分かんないけど、生卵が欲しいのは分かる。すごく私卵大好きだし。好きやの牛丼甘いよね。甘いのあれ分かんない。吉野家をあんまり、もう食べたの結構前なんで。私好きですよ。でも好きや。今日もシャークじゃん、恥ずかしい。そう、洗ってもらって。だからもう洗ってもらって、それそのまま着てく人なんで。そう、あんまり持ってないから、そう、仕事着を、まあ、指定があるんですけど、服もあんまり持ってないんで。
今日から洗って急いで洗ってって会ってもらって、それをそのまま着ていきます。なんかもう一着欲しいんですけどね、なんか黒のとあとマコンのやつ、寝る服じゃないんで。違います違います、今日はね黒、まあ、今日 T シャツ何でもよかったんだっけ。そうでもなんか洗ってあったんで、そう新しい服あんまり出したくない、片付けるのめんどくさいし。ヒカルに、あーニューエラ、ニューエラなんだっけそれさ、なんて読むの、 MLB 疎い人。そうメジャーリーグベースボール、あーなるほどね、なんかなんて呼んだらいいんだろうと思って、でも言うてニューエラーとかじゃん、なんて呼んだらいいんだろう。プレゼント解禁、悩んでます悩んでます、ちょっと悩んでますね、早くみんなにお伝えしたいんだけどどうするか。そうニューエラでしょ、そうだから私はニューエラで覚えてるの。そうニューエラはなんかその中のニューエラなのか、私ずっとさニューエラはニューエラだと思ってたの。そうそうコリア可愛かったでしょ、私めっちゃ好きで、本当に靴とか帽子とかカバンとか、そう私の好みをついてた、全部全部私の好みをついてた。今日さピアス一つなくしたんだよね、私外した時に、帰りさつけよう、つけて帰ろうと思ったらピアス一個なくなってた、どっかで落としたかな。なんかそんなめちゃめちゃ大層なデザインじゃないんで、スリーコインズとかにあるようなシンプルなデザインなんでいいんですけど、今日何つけようっていう。そうあ全然なんかね、あの本当にマジであのスリーコインズのやつだと思うから大丈夫そうマジで本当スリコのなんか多分私いっぱい空いてるから、そう普通あの一番下の耳タブのやつに、まあ、いつもなんか可愛いちょっと大ぶりのやつとかつけるんですよ、もらったやつとか、そうデザイン性があるやつで、その上のとかは基本的にスリコのなんかセットになった細かいやつなので。どんなピアスが好きなんですか？何でも好きです。個性的なのもあれば、なんかかわいいやつもあるし、なんかシンプルな、なんかこういうなんかリング、ちょっとリングっぽいのもあったり、そう、割とだから本当に何でも。つけてこれね、ちなみにカレンちゃんからもらったやつ、カレンちゃんからお誕生日でもらったやつをつけてます。このねここのがないんですよ、ここその上のやつ、あそうそうそれスリーコインズ略してスリコです、ここのがなくなっちゃった、あとは揃ってたんですけど、私が私のことを愛して何が悪いの、嫉妬でしょうか、痛いだとか変わってるとか届きませんね、そのリプライ、大好きなお洋服
好きなお化粧でだけ、お決まりのハーフツイン巻いてお出かけしよう、日傘持ってぼっちだって幸せだもん、ちゃん可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん、で急に始まっちゃった、ちゃんあざとくてごめん、気になっちゃうよねごめん、ちゃん可愛くてごめん、努力しちゃっててごめん。これさ音難しくない？高いし。以上です、すみません、なんかなんとなく今日朝歌ってたんですよ。そう、それがパッと頭に浮かんでありがとうギフトもありがとう。お、25分ありがとうございます。なんだっけ、チュータタ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 タ、覚えてないやもう覚えてないや、なんか見てあなんとなくあこんな感じかとか思ってたんだけど、そう、撮ったことないし。はい、まあ、ということで25分になったのでちょっとランキングの方に行かせていただきます、すいません。13位ゆうぼうさん、12位伊賀の藤丸さん、11位ちーくんさん、10位 WY と影の守護神さん、9位プリーツさん、8位かーさん、7位ところてんさん、6位西さん、5位かいさん、4位さとちゃん、3位かぼちゃん、2位けんけんけんさん、1位ゆうとあとひかちゃぶさんです、ありがとうございます。ゲストいきます、かぼちゃん、けんけんけんさん、赤髪のゆまさん、北野くん、さとちゃん、ツナサラダさんです、ありがとうございます。呼ばれてない方挙手制でお願いします。ゆうたさん、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。ということでね、いた26分から始めたもんね、あれ違う、はい、今日も一日お疲れ様でした。皆さん遅くまでね本当にありがとうございました。そういえば昨日ギフト呼ばれなかった、ごめんね北野くん、北野くんありがとう昨日の分まで読んどくということで皆さん本当に遅くまでありがとうございました。ゆっくり寝てください、そして明日お仕事の方は頑張ってきてください。明日朝配信はないです、ないです、ごめんなさい。まあでも配信はするんで、ぜひまた見に来てください。それではまた明日お会いしましょう、またね、おやすみ。皆さんもゆっくり休んでください。はい、爆睡します、いっぱい寝ます、眠たいありがとうね、本当にみんなもきっと眠かっただろうに見に来てくれてありがとう、早く寝るんだよ、おやすみ。